はい、どうもおはようございます。ベルフリです。やっと昼間の撮影ができるようになったんですけれどもね、ご覧の通りちょっとあいにくの雨ですので、ちょっと屋根の下で撮影の方を進めていこうかなと思います。前回の動画でメーカーオプションに関する動画の方を上げたんですけれども、新車購入時ね、メーカーオプション、悩んだ場合は、予算が許すのであれば、つけていくということで、私もね、ご覧の通りサンルーフ悩んだんですけれどもね、つけませんでした。ちょっとね、考えれば考えるほどちょっと、つけとけよかったななんて後悔もしてるんですけれどもね、一つの判断基準として池パパさんという方が教えてくれたんですけれども、メーカーオプションに関しては悩んだ場合、予算が、ね、許すのであればつけていくという判断基準、次回もしね、私が車買う機会があるのであれば本当使っていきたいなと考えております。今回はディーラーオプションに関するところなんですけれども、種類本当に豊富ですからね、新車の見積もりをやってる時なんかはやっぱ迷います。その中でね、この判断基準を使うとすれば、迷った場合はディーラーオプションつけないというところでいいんじゃないかなと思います。後付けは本当可能ですから、ただね、何でもかんでもつけないっていうわけではなく、これはね、つけると、決めたものはつけてっていいんじゃないかなと思いますが、そういった豊富なね、ディーラーオプションの中でいくつか今回ご紹介してみようかなと思います。ディーラーオプションの代表格としてやはりナビゲーションが挙げられると思うんですが、こちらは選ぶ選ばないというよりか、必須ですよね。こちら個人所有でナビの方オーディオレスでここにプラスチックのカバーつけて走ってるという方いらっしゃいましたらコメントください。おそらく日本全国探してもいないんじゃないかなと思うんですけれども、もしいらっしゃったらその理由が非常に気になるのでコメントいただけたらなと思います。ディスプレイオーディオ搭載以前のモデルですと、トヨタの T コネクトナビか、あとはアルパインのビッグ X をつけてる方がほとんどではないかなと思いますね。私のようにこちらのケンウッドのナビなんですが、ロゴ見えますでしょうか。ケンウッドですね。ケンウッドまたはカロッツェリア、そしてパナソニックあたりがあると思うんですけれども、そちらをつけてる方は本当少数派ではないかなと思います。営業の方に型式を伝えて、載せてもらったんですけれども、仮にね、今のところ不満はないんですが、使い勝手が悪いなと思えばいくらでもね、乗せ替えが可能なので、自由度が高いのは非常になんかいいかなと思ってます。昨年の12月、2019年の12月から一部改良モデルということで、ディスプレイオーディオが標準装備になりました。その中でね、そのまま使うこともできますし、あとはトヨタのT コネクトナビキット、またはエントリーナビキットですね、そのどちらかを選ぶことができるし、後からつけることもできると、それに伴ってCD、DVD デッキですか、あとはテレビキットなんかもね、すぐつけなくとも、後からつけるっていうこともできるので、悩んだらどうなんですかね、この辺、つけなくてもいいんでしょうかね、やっぱ後でつけようっていうのも可能らしいですから。ただね、まとめてつけた方がいいっていう場合もあるので、本当その辺はね、営業の方と、しっかり、相談した方がいいかもしれませんね。ナビゲーション同様、つけておいた方がいいかなっていうディーラーオプションなんですが、ETC ですね。これつけないっていう方もやっぱりほとんどいないんじゃないかなと思うんですけれども、ベルファイアの場合、この小物入れの中にすっきり、収まってます。こんな感じですね。グレードの方なんですけれども、特にこだわらなかったんで、多分安いやつこれつけたと思うんですが、ETC2.0 とかありますけどね、私がつけたやつは普通のやつです。車を買ってから約半年ほど経ったんですけれども、この ETC 使ったのは3回だけですね。撮影のために一度2区間ほど群馬県内で乗ったのと、あとは初詣で水戸市に行ったっていうのがあるんですけれども、その他にあれですね、同じ群馬県内で桐生協定所でモノマネのリンゴちゃんが来るということで、やっぱりその時北関東道を使って行ったんですが、その3回だけですね。ちなみにリンゴちゃんインフルエンザで催し物が中止になってしまったので、せっかく、ね、生で見れるかなと思ったんですけれども、ちょっと残念でしたね。次に後席モニターなんですけれども、私は今回このような形でヘッドレストにつけるタイプをディーラーさんにお願いしてつけてもらいました。ちょっとねコードがこうやって出ちゃってるんですけれども、ほとんどの方はこちらの天井の方にフリップダウン式アルパインの
ビッグ X と連動したやつをつけてる方が多いと思うんですけれども、まあ、最初ね私つけない予定だったんですが、まあ、土壇場になって子供がいるっていうんで急遽まあつけたわけなんですけれども、まあ、後からねいくらでも付け足しができるっていうのがやっぱりいいところですかね。あと新車購入時にいつもつけてるのがこちら の, ナンバーフレームですね。そんな高いものじゃないのでいつも前と後ろ両方つけてます。確か両方つけてそう4000円ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、こちらの方いつもつけてますね。まあ、このような感じで今回ベルファイアを購入した際に、まあ、つけたディーラーオプションというのがナビゲーションですね、まあ、それに付随する、まあ、前後ドラレコとあとバックカメラ、そしてこちら の, 後席ヘッドレストにつけるモニターですね。それとあとこの小物入れの中に入っている ETC、 そして先ほどご紹介した、ナンバーフレームですね。まあ、ディーラーオプションに関しては以上です。まあ、プラスこちらの、パワースライドドア、これをメーカーオプションで付けただけなので、付けたものって非常に少ないですね。次に私がディーラーオプションで選ばなかったものを2つご紹介してみようかなと思います。まあ、今ご覧の通りなんですけれども、サイドバイザー付けてませんね。私はボクシーの7080とサイドバイザーつけませんでした。まあ、理由の一つとしてはタバコをもう途中で以前やめてしまって、車内でまあタバコを吸うことがなくなったと。まあ、今日みたいなね雨の日に窓を開けるってこともなくなったので、まあいらないかなっていうことですね。まあ、多少のねサイドバイザーのデメリットとして風切り音がまああるっていうことと、あと洗車をするときに、まあ、サイドバイザーがあると洗車しにくいっていうのが、まあ、一応デメリットであると思うんですけれども、まあ、それプラスねタバコを吸わなくなって、まあ、雨の日に窓を開ける必要がなくなったっていうことでサイドバイザーを、まあ、つけることはなくなりましたね。あとデザイン的に、まあ、これは個人的なんですけれどもね、まあ、なくてスッキリしてる方がいいかなっていうところをですね。あとは私の妻が花粉症なものですから、車の窓は開けないでくれっていつも言われるんですよ。まあ、なおさらそうなるとそのサイドバイザーが威力を発揮する機会がまあないっていうのもありますよね。あと土地柄的に群馬県ほとんど雪が降りません。まあ、雪が降る地方ですとねサイドバイザーあると窓ガラスに付着する雪が、まあ、少なくなるのでいいかなっていうのもあるかもしれませんが、まあ、雪があまり降らないところなのでやっぱりまあ、なくてもいいかなっていうことでサイドバイザーはいつもつけてませんね。そしてもう一つディーラーオプションで選ばなかったものがフロアマットになります。こちらねディーラーさんで頼むと多分8万ぐらいするんじゃないかなと思うんですが、ご覧の通り昨日子供が乗り込んだままですね。今日雨で洗車とかできないんでそのままなんですけれども、まあ、こんな感じになってます。まあ、高いマットをつけても、まあ、汚されるのはもう目に見えてたんで、まあ、ある程度ね汚くなったら新品に交換しようということで、まあ、安いものをつけました。アマゾンなんかでアルファードベルファイア専用設計のものが割とね安く売られてるんで私はそちらを買いましたね。まあ、ちなみに値段の方なんですけれども1万5000円しなかったと思います。まあ、子供がねサッカーやってますので本当に週末かなり汚れるんですよ。いよいよ汚くなったらまた新品に交換しようかななんて思ってます。まあ、車購入した時はあらかじめアマゾンで買って、で車が来た時にディーラーさんの方にこれ取り付けてくださいお願いしますっていうんで渡しておいたんですよ。で、まあ、次回ね交換する時はちょっと自分でやってみようかなと思うんですけれども、まあ、1万5000円ぐらいですからね本当汚くなってダメになったなと思えば買い替えて、まあ、新品同様でまた使うのもいいんじゃないかなと思いますね。価格的には安かったんですけれども、まあ、きちんと形に合うようになってますね。まあ、質感でいうと、まあ、良くもなく悪くもなくっていうところですかね。まあ、なかなかね比較するのがないので次回販売店さん行った時に試乗車なんかがあれば比べてみたいなと思うんですけれども、まあ、やっぱ安いってだけあってもしかしたらちょっと固めかもしれませんね。ただ足元のものですからそれほど気にはならないです。まあ、私の妻も使っててどうかなって聞いたら特に気にならないと、まあ、気にはしてないようですね。今回このような形で、まあ、ディーラーオプション私がつけたものやあえてつけなかったものに関して動画の方でご紹介させていただきました。今後もこのような形で動画の方を作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方をポチッとよろしくお願いいたします。
登録の方していただきますと動画制作の意欲ますます高まりますのでよろしくお願いいたします。あとですね、リクエスト、ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。